大盛りがわんぱくすぎる喫茶バーワリー。皆さんごきげんよう、ひろです。なおです。本日は岡山県倉敷市粕山でございます老舗喫茶店バーバリーへやってまいりました。店内は落ち着いた空間で時間がゆっくり流れてるみたい。さあ気になるメニューはというと、昔ながらの喫茶メニュー、腹ペコ僕らはもちろん大盛り頼んじゃいます。まずやってきたのは焼きそば大盛り。見てこの山みたいな焼きそば。熱々の鉄板に卵が敷かれ、薄味のソースが喫茶店の焼きそばの哀愁を漂わせ、なだれに注意しながら食べ進めるけど、食べても食べてもなくならない。やってまいりました本命のカツカレー。1キロ以上は余裕であるね。揚げたてサクサクのカツがカレーとの相性抜群。小さく見えちゃうけど、そいつは目の錯覚だよ。素材がしっかりと溶け込んだ甘めのサラサラしたルーがご飯をどんどん喉の奥へ誘う。より衝撃的なスパゲティのワンパック感は過去動画をチェック。岡山県のグルメ情報といえばどこいこチャンネル。